嬉しいですよね。嬉しい、5周年祭。スタッフの参加させるようにしてないか。ねえ。というわけで、この3日間、様々なスタッフを参加してました。今日の意気込みをまた伺ってまいりましょう。まずは、ノアラさんからですか。明日は柳投手の誕生日。しかし、試合やパーティーはありません。ご丁寧にありがとうございます。そうなんですよね。金曜日が根尾選手、昨日が京田選手誕生日でしたからね。ね。我ながら受けてるんですね。自画自賛ですね。ちょっとだけ、なるほど。お見事です。じゃあ、つば九郎さんからもよろしくお願いします。今日は、小杉ペペさん、お誕生日おめでとうございます。どういうこと？知り合いの方？知り合いの方？あ、それはさすがに拾えないわ。ごめんなさい。よく堂々とこんな時にやりますね。今日はバックスクリーンから登場して、昨日は1万6以上に登って、お二人やりたい放題ですけど、今日は何が飛び出すんでしょう。あ、そして、はい、ウィンカーは直さん誕生日、また際どいところ来ますね。もうジャッタでしょうがないですね。そして時間が、いや、そういうリアルなのにたっぷりできます。今日もね、皆さん期待してますよ。どこから来るのか、昨日びっくりしましたよ。一番の6以上ね、皆さん、まさか飛び降りるとは。出ません。でも出ない、いや、出てください。お願いしますよ。パイレーツの左の誕生日、ダッチューの左がいいですね。ありがとうございます。左の方ね、なるほど。よく調べてくれてるんですね。結構ちゃんと調べてやってくれてるんですよね。ありがとう。あ、スマホでね、ありがとうございます。結構やり尽くしました。意外とあるみたいですよ。それかニンニク臭くてごめん、知らんすよ。昨日いっぱい食べた。あ、そうそう、お二人で、ね。あ、そっかそっか、 D ステージでもね、かなり匂いが充満してましたからね。あ、本当によく近くに来ると、あ、結構しますね。本当だ、すごい、あ、すごい、ありがとうございます。さあ、というわけでお時間が来たようです。今日も2人が目いっ